Buongiorno a tutti, come state? È tanto che non ci vediamo, scusate, ma ero impegnata. Minasama, ohayou gozaimasu. O genki de irashaimasu deshou ka? Gomen nasai, kanari. Nakanaka kono italia go kouza o koushin dekizu ni moushiwaki arimasen. Impegnata はですね、ちょっと忙しかったものでというイタリア語になりますので、これも覚えておいてくださいね。じゃあですね、今日はちょっと喉がイガイガする時期になりました。でも今日はすごいいいお天気です。なのでというかですね、イタリア語を勉強するあなたに、やはりリンノというのは国歌です。イタリアの国歌、よくサッカーね、最近ちょっとイタリアサッカーあんまり強くないですけれども、最後勝った時にですね、イタリアの国歌をやっぱり歌いますよね。F1 とかでもね、フェッラーリという強いチームがありますので、彼らもですね、やはり表彰台に乗っかると、フェッラーリが勝つと必ずイタリアの国歌、リンノディ・マメッリと言います。本名マメッリという人が作曲したので、作曲家の名前がついていますけれども、リンノディ・イタリアとも言います。イタリアの国歌というふうにも言います。あとはフラテッリ・イタリア、フラテッリは兄弟ですよね、イタリアの兄弟たちよというふうにも読みます。なので今日皆さん、ちょっと歌詞すごい難しいんです。やっぱり1800年代イタリア統一の時にですね、作られたので、ちょっと歌詞が明治時代の要は歌詞になるので、イタリア人も意外と意味を知らない人がいるんですけれども、それを皆さん勉強しましょう。それではですね、早速この聞いたことあると思いますが、すごい全部やると4分もあるので、今日は本当に最初の、よくこのサッカーの試合とかの後に歌われる一番最初だけ、今日はね、皆さん一緒によく解説していきましょう。まずはこれ聞いてみますよ。私と一緒に歌ってみましょう。どうなりますかね。これが王室の国歌、もともとイタリアを統一したサヴォイア家の王室の行進曲だったんです。最初はね、歌詞がなかったそうです。でも後になってマメイリさんが歌詞をつけました。フラテリリタリアリタリアセデスタデレモリシピョセチンタラテスタドベラビトリアラポルガラキョマスキャバリロマイディオラクレオタタタンタタタンタタタタタタタフラテリリタリアリタリアセデスタデレルモディシピョセチンタラテスタドエラビトリアレポルガラキョマケスキャバディロマイディラクレオスキャンチフォルテシアモンテアラモルテシアモンテアラモルテリタリアキャモストリアンドフォルテシアモンテアラモルテシアモンテアラモルテというので終わります。ここまででだいたい1分半ぐらいの国歌になります。 1曲目だけですね。で、皆さんにこの歌詞の内容をちょっとずつ説明していきたいんですけれども、一番最初にですね、フラテリリタリアリタリアセデスタという場面がありますよね。これフラテリ、ね、フラテロ単数です。フラテリ複数だから、私たちはもう兄弟、イタリアの兄弟たちよ。で、イタリアセデスタ、デスターレっていう言葉はちょっと今あんまり使わないんですけど、ミソのズベリアータって言いますよね。ズベリアルシ、目覚めたという意味になります。イタリアは今目覚めたんだ。なぜかというと、
この歌詞が作られた1800年代というのはイタリア統一運動、オーストリアがですねすごい攻めてきてまして、イタリアは統一しないとオーストリアの下に入ってしまう可能性があったので、それはいけないということで、みんな統一運動が広まってイタリアが作られたんです。なのでイタリア統一してみんな兄弟一緒になって戦おうよ、頑張ろうよという意味が込められているんです。歴史的な意味が込められています。で次、デル・エル・モディ・シピオ、これなんですけども、シピオの兜、実は古代ローマ帝国のすっごい強かった将軍シピオーネというのがいます。なのでシピオ・ディ・エルモというのはもう勝利の兜なんです。でも勝利は絶対に私たちのものだというものです。だからシピオの兜をセ・チンタ・ラ・テスタ、ラ・テスタは頭ですよね。チンタレ、チンタというのは囲むということになるんですけども、これを頭にかぶってという意味になります。ここまでちょっと皆さんで言ってみたいと思います。さてここまでちょっと訳してみてますよ。イタリアの兄弟たちよ、イタリアはセデスタ、目覚めた、エルモディ、シピオ、シピオの兜をかぶってセチンタラテスタ、頭をこうやってかぶってと言っています。で次にドベエラビットリアというのがありますね。ドベ、どこにという意味なんですが、これはビットリア、勝つ、勝利はどこにあるんだと言っていますし、ラッポ、レポルガラキオーマ、これもですね、キオーマというのは昔ローマの奴隷というのがやっぱり普通の奴隷じゃない人と分かるようにこう髪型って決まってたんですね。でその髪をローマに捧げようという意味なんです。ちょっとこれやはり古代ローマ帝国のね、すごいイタリアが強かった時期と、その1800年代のオーストリアに勝たなきゃいけないというのと混ぜて、やっています。なのでケ・スキアバ、スキアバというのは奴隷です。スキアバディ・ローマ、ローマの奴隷たちのねようなラキオーマ、髪型を捧げようと。で、イディオ・ラ・クレオというのは主が、神様が作ったという意味ですよね。さてここまでちょっと言ってみますよ。ラビ、どこに勝利があるの？レポルガラキオ、髪型を捧げなさい。でスキアバディローマですから、ローマの奴隷たち、神様が作ったというふうになります。ここまでちょっと分かりましたでしょうか。もうちょっといきますよ。そうしたら次はストリンジア、ストリンジアモチアコールテ、ちょっとここねすごい早いので私もついていけないんですけども、ストリンジアモチアコールテ、コールテというのはこれも古代ローマ帝国の一隊が600人で構成されていたもう兵隊制なんですね。ところグループで勝利を収めたというところから、もうみんなで隊列を組もう、ストリンジャーモチっていうのはストリンジェラマーの手をつなごうとか、ストリンジャーモって言ってもうちょっと一緒に組もうよっていう意味になります。ストリンジャーモチアコールテ、隊列を組め。シアモプロンティアラモールテというのは我々は死にもうプロントだ、準備されている、もう死も恐れないって日本語では訳されますけれども、シアモプロンティ、もう準備ができている、死ぬ準備は、覚悟はできてるというイタリア語になります。でもう一回、シアモプロンティアラモルテ。で最後にリタリアキャモシシで、イタリアが呼んでいる。イタリアっていうのはその当時なかったので、要はイタリアってナポリ王国とかトスカーナ大公国とかシチリアとかですね、いくつかの国が分かれてたんですね。別々の国だったんです。それを一緒に組もうよ、イタリアが呼んでる、イタリアっていうみんな一緒になった国が、新しい国が呼んでいる。で最後 C、
そうだというイタリア語で終わります。よろしいでしょうかね。ちょっと言ってみますよ。フレリディタリア、もう一回これが繰り返します。セリモディシピョセチンタラテスタドベラビトリアラポルガラキョマケスキャバディローマイディオガレオStringiamo di forte, siamo monti alla morte, siamo monti alla morte, Italia chiamò. Stringiamo di forte, siamo monti alla morte, siamo monti alla morte, Italia chiamò. Sì, Italia chiamò, sì. で、終わります。なので最後のこのStringiamo di alla morte というのがすごい早口で言いにくいんですけれども、なので結構そこら辺を省略して最後のアラモールテというのを強く皆さん歌っていますね。なので次サッカーの試合や F1 の試合などでこのイタリアの国歌を聞いた時は皆さんも一緒に歌ってみてくださいね。ちなみにですね、このイタリアの国歌なんですけど、最初はミケーレ・ノヴァーロっていう人がサヴォイア家のために作曲して、その後あの有名なジュゼッペ・ヴェルディが編曲したんですよ。イタリアの音楽の父と呼ばれるジュゼッペ・ヴェルディも関わっています。ですので皆さんぜひ覚えてみてください。ちょっと難しいイタリア語でございましたが、やはりメロディーはね覚えておくと便利です。 Allora buon lavoro e buon ascolto. Ciao!